奏者よ。夜は思いついたぞ。軍楽の練習をするのはどうだろうか。無論ルダスドデシムスクリプトルムだな。む？知らぬのか。神話伝説や歴史には妙に詳しい奏者がそのように首をかしげてしまうとは。何のことはない。名の通り12本の線を用いたゲームだ。ローマではよく遊ばれていた。バックゲモンは知っているよ。それのローマ版だと思っていればよい。ま、おおむね間違ってはいまい。元はエジプトあたりの遊戯だとセネカは言っていたが、世も由来まではよく知らぬ。要は12マス2列の番を使って遊ぶ軍略の遊戯だ。ではルールを説明するぞ。よーく聞くのだぞ。要は一度しか言わぬからな。きっとだぞ。よし、3戦目も世の勝ちだな。ふふ。惜しいな、奏者。あと一歩で初勝利をもぎ取れたというのに。勝敗は明確に結果として現れる。マスの一つ、あと一歩が勝負を分ける。まさしくこの感覚はセラフの国取りと似ていよう。おう、そう来なくては。世のマスターにふさわしき不屈の情熱だ。ならば再戦と行こう。無論、余は一切の手を抜かぬぞ。